芸能つながりで次に、多くのタレントさんと共演されていますが、二度と出たくない人は誰ですか？政治家に転身して成功しそうなタレントは誰ですか？まず二度と一緒に出たくない人は基本的にはいない。あ、そうですか。うん、で僕は報道以外バラエティも結構出てますけども、個人的には逆にバラエティに出る芸人さんなんかはすごく勉強になった。いろんな面で。でそれ現実仲良くなって飲みに行ってもすごくいつも教えてもらってるし、だから基本的にはもうこの人は二度と出たくないっていうのはないけども、あえて言えば昔一緒に出たことがある小橋茂之さんぐらいかな、まあ、理由は言いませんが理由はないです。僕はテロをする人は嫌いです、以上。確かに芸能人のか、その芸人さんってやっぱり頭の回転が早くないとできないお仕事。うん、頭の回転は当然必要だし、はい、それに加えて実は芸人さんとかって陰ですごい努力してますよ、すごい気遣いもしてますよ。だから僕は本当に実はみんな賢い人が多いなと思ってますので、だから言い方悪いけども政治家とか役所の人よりも芸人さんといろいろ話してる方が学ぶことが多い。なるほど。そうするとじゃあまあそんな中から政治家に、転身されたらいいんじゃないかなと思う方、一番真面目にこの人転身してほしいなと思ってるのは、はい、次長課長の河本さん。でこれまだ最大の理由は、はい、彼自身生活保護の問題であれだけ叩かれたっていうことで、やっぱり逆にすごい反省してそこですごい考えることがあったはずだし、で実は河本さんを話してるとすごく教えられるんですよ。だから実はすごく考えてる人でいろんなことを教わったので、でそういう意味では僕は河本さんご自身が、まさに社会保障の問題でこれだけ叩かれた経験がある人だからこそ本当は政治家になったら、いろいろ活躍ができる人、頭の回転も早いし、であれだけ人に優しい、見ると僕は本当に文句なしの人だと思ってます。じゃあ次の参院選に出したいですね。あとは、あえて言えばピコ太郎で、やっぱりあれはほら動画ヒットしたことのせいもあって、で世界いろんなところ行って、でいろいろ、考えることもあったし、もともとそういう社会問題も、問題意識が高い人だから、だからピコ太郎、小坂大門さんは、僕は実はすごく立派な人だよなってやっぱ思ってますの で、 でそういう意味では彼なんかはすごくいいなというふうに思ってます。飲みに行かれてどういうお話されるんですか？なんかどうでもいい話電話来たけどいいねありがとうございます、面白いですね。